ちょっとバラっとしたスタート、テイエム雪見それからマネッチアと後方からコースタートは5番のサンデーグラス、さらに8番のネオイリス、2頭が並んで、直後に7番のオープンワールド、外13番、高市ラブが並んで、1馬身14番、アルトボラーレ接近、その後は2馬身相手、15番のグランディスが行って、内3番、ジュストコル、直後に4番、サクラカレント、さらには10番のアベラーレが行って、外には12番のマイナーズ・ライト、その後は3、4馬身相手、6番のスパイラル・ライズ、さらに2番のジョージ・バローズ、11番、シャーク・オーニン、内から16番 マネッチアがって1番のマルシャスその後ろが1番新9番テイエム雪舞という体系やや縦長で34コーナー中間を通過 600m は35秒4で通過先手を取ったのは8番ネオイリスリードは1番新2番手に7番のオープンワールドその後ろには高市ラブ内に入って5番のサンデーグラス第4コーナーをカーブ直線コースへと入ってきましたそしてその後ろからは14番のアルトボラーレが接近その直後にジュストコルさらにそのストには15番のグラン と横に広がって残り400を通過さあババアの真ん中から抜けてくるのは14番のアルトボラーレそしてその外から15番のグランディスが差を詰めるその内をついて3番のジーストコルが伸びてきた200を通過さらには10番のアベラーレが突っ込んでくる14番のアルトボラーレにアベラーレが捉える3番手争いに12番のマイナーズライトも突っ込んでくるが先頭10番アベラーレゴールイン2番手14番アルトボラーレ3番手は15番のグランディス